ということで、本日2024年3月28日、パッチ 0.14.1.2、現在での、タルコフのね、エディションの買い方について解説したいと思います。イエーイ！これからタルコフ始める人、何のパック買ったりしてかわかんない人、のために解説します。現在ですね、3つのパックがあります。スタンダードエディション、レフトビハインドプリンス、レフトビハインドエディション、プリペアフォーエスケープエディション、この3つがあります。で、このいわゆる闇落ちって呼ばれているエッジオブダークネスっていうパックは、実はね、最近になって販売終了してしまったので、現在はこの3つのパックがあります。で、どれを買ったらいいかっていうのを、結論はよほどの理由がない限りスタンダードパックでいいです、とりあえず。で、それがどうしてかという理由を説明します。なんでかっていうと、アップデートした後に得られる、例えば、スタッシュ、これ、28マス、38マス、48マスってあるんですけど、これ、ハイドアウトっていう隠れ家でアップグレードすれば、まぁ、ちょっと大変だけど、ここまでね、スタンダードの人でもいけます。なんなら、エッジオブダークネスで売ってた68マスだっけ？まで広げられます。最大ゲーム内で拡張できます。それからこのトーチアルファコンテナ、ベータコンテナで、まあプリペアフォーエスケープだと6マスまでゲットできるんですけど、226446で、これもね、比較的最初の方でゲットできます。なんならパニッシャーっていうタスクを終わらせると、イプシロンコンテナっていう 2×4 まで拡張できる。ゲーム内で。やれば。で、ちょっと迷いたいのは、実はこの信頼度の部分で、この信頼度が実はちょっときついと、いう人もいます。これはね、まあ、どうだろう。トロがスタンダードでね、やり込んだことがないので、トロは、スタンダードでデビューして3日で闇落ちた民なので、まああんまり、信頼度の部分が分かってないんですけど、これを上げるのがちょっと大変っていう噂を聞きます。ただ、こちらも、その、時間をかければ、ゲーム内で上げることができます。もうスタッシュとかポーチとかと同じだね。で、まあ、初期の武器に関しては、もうほんと、これはね、まあ、ないみたいなもん、おまけみたいなもんなんで、まあ、ちょっとそこそこいっぱいって書いたけど、ほんとこの程度の認識で、進めていけば全然そんな大きな違いはないかなっていう感じがします。ので、結局は、ゲームやり込めば全部、このプリペア4エスケープまで、なんなら、それよりも大きい、販売終了しちゃったエッジオブダークネスと同じスタッシュの大きさ。それから、それよりは一マス少ないけど、イプシロンっていうね、2×4 のね、ポーチ。それから、まあ、信頼度もやっていけば稼げる。もちろんお金も増えていくから武器も自由に使えるようになるっていう観点から、とりあえず始めてみようかなって人に、あえてスタンダード以外を進める理由がないので、まあ、とりあえずスタンダードでいいよっていうのが、最近のタルコフ市でのおすすめエディションになります。ただしです。このエッジオブダークネスっていうパックが販売終了した代わりにですね、なんと今はエキスペンションズかなという形でですね、縦2マスかける横10マスを1セットとして最大、28マスまでスタッシュを課金で拡張できる仕組みがあったり、ここにはちょっと書いてないんですけど、闇落ちエディションの特典として COOP モードっていうのがあるんですよね。COOP モードっていうのはコープモードって言われてて、どういうモードかっていうと、オフラインレイド、練習モードを友達とパーティーとオフラインに行けるっていう特典がついてるんだよ。エッジオブダークネスには。ここにね。それが他のパックにはないの。ここについてるの。これついてるよ。これのね、エキスペンションズかなのその追加課金要素みたいなところで、購入できる。買えば使えるようになる。という感じになっております。こちらも10ドルで購入できます。それから、まあ、めちゃくちゃおまけ要素として、エスケープフロムタルコフでは、ラブマンっていう男の人から服を買えるんですけど、
おしゃれ要素があるんですけど、そのおしゃれ要素も、5ドルで。5ドルからって書いてあるから、まああれかな？服の種類によってちょっと値段が違うんだけど、5ドルだったり7ドルだったり12ドルだったりするんだけど、購入することもできます。ちなみにこの服も、ゲーム内通貨と自分のプレイヤーレベルが上がれば、購入できるのでゲーム内で。これもまあそのレベルが上がる前にお金がなくても、ゲーム内通貨がなくても、おしゃれしたい人のための追加課金要素となっております。つまりどういうことだってばよというと、今後、例えば、ベータコンテナ、イプシロン、それからガンマ、ガンマコンテナっていうのが、いわゆるキューマスのやつなんだよね。まあ、その手の、その、ポーチも、もしかしたら、その課金ね、スタッシュと同じような感じで、購入することができるようになるかもしれない。という希望があるわけ。わかんないけどね、これは。っていう、まあ、あくまで想像というか予想。そこも含め、とりあえず気になる、やってみたいっていう人は、スタンダードでいいのかなっていうのが、ここ最近のエディションの選び方でございます。参考にしてください。カットー！決まったな。